はい、皆さんこんにちは、リクトです、今回ですね、久しぶりの動画投稿ということで、まあ、私のチャンネルとしては異例の4日間動画投稿が止まるということが起きてましてですね、まあ、心配のコメントもいくつかいただいてまして、まあ、心配おかけした、皆様本当に申し訳ございませんでした。はい、で、まあ、今回はですね、まあ、今後の動画投稿に関してということで、僕がね、休んでた間何をしてたのかとか、なんで休んでたのかとか、今後 YouTube 活動とかどうなるのかっていうのをいろいろと話していきたいなと、思います。はい、でも4日間、まあ、僕自身ですね、まあ、このチャンネル、まあ、もしかして初めて 見る方とかね、まあ、たまに見られる方とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、異常なね投稿本数を誇ってまして、まあ、アニメ YouTuber っていうのもいろんな方がいらっしゃるわけなんですけども、僕は投稿頻度で言ったら本当まあ1、2を争うレベル、まあ、投稿頻度が高すぎて解除しちゃうんじゃないかと、そういうね、チャンネル1日2、3本上げるというわけで、毎日更新なんていうのは当たり前、もう1日休んでも大丈夫かという中でね、4日も休んでしまったわけですので、例えばね、コロナにかかってたんじゃないかとか、ね、まあ激務で仕事が忙しすぎて撮る、まあ僕も仕事しながら YouTube やらせていただいてますね、それ撮れなかったんじゃないかとかね、モチベーションが下がってしまってるんじゃないか。まあ、実はですね、去年のこの時期、2024年冬アニメやってますけれども、2023年冬アニメ1年前のこの1月から3月もですね、僕1週間動画投稿休むとかいうことをマジでやってまして、週刊アニメランキングが途中から止まるということは実は、起きてました。その時はモチベーションの低下っていうところが正直大きかった。うん。ですけれども。今回はですね、実は今挙げた理由一つも当てはまってなくて、実はですね、東京に遊びに行ってました。本当にすいませんでした。皆さんが考えうる限り最悪の理由だと思います。遊んでた、すいませんでした。本当に申し訳ないです。で、まあ実は金曜の仕事終わってからですね、夜から、月曜まで東京の方に行っておりまして、で月曜の夜に帰ってきたんですね。本当はまあ月曜も有給を取ってたので、そっから動画投稿再開しようかなと思ってたんですが、まあ、さすがに疲れててですね、撮れるつ。そして、まあ、昨日、火曜日、本当は火曜日に動画を上げるつもりで、これメンバーシップの方、まあ、ご自身メンバーシップね、昨年からやってますから、そこでは、まあ、東京に行きますとかね、東京でどんなことありましたとか、いろいろ、まあ、結構詳細に話してたんですけれども、メンバーシップでも火曜日に投稿すると言ってたんですが、ちょっと昨日ですね、まあ、やっぱ、ルーティーンが、もう完全に崩れてしまっていると。まあ、これ今後の動画投稿に関してっていうところにも繋がってくるんですけれども。はい。で、まあ、昨日はですね、結局もう僕何もできなかったです。まあ、東京遊び疲れたってアホみたいな理由ですいません。本当に申し訳ないです。まあ、アニメ YouTuber ね、まあ、集まりとかも実は東京の方であって、まあ、すごい、まあ、楽しいね。僕は4日間を。もうめちゃくちゃ楽しい。まあ、秋葉とかも行きました。池袋のアニメでめっちゃ出なかった。もうどんだけも話したい話はあるんですが、本当遊び放棄でまして、僕はもう端的に言うと。で、まあ、昨日は、じゃあ簡単に言えばもう疲れて寝てただけです。すいませんでした。本当にすいませんでした。マジですいませんでした。はい。で、で、今回もこの動画を上げてる理由が、もう全部崩れまくってるんです。漫画、アニメ、筋トレ、これ全部できてなくてですね。で、ひとまずもう筋トレはちょっとしばらく休もうと思ってます。その漫画とアニメに追いつくもね。っていうのは、僕はですね、アニメ、毎日平日6本、休日12本見るというスケジュールで、基本的にやってまして、もうキチキチなんですね。1日100時間あって足りるかっていう、そういう生活を、送ってます。まあ、YouTube ももちろんやってますしね。まあ、YouTuber 休んでたんで、まあ、それはそれとして、まあ、ね、追いつくとかないんですよ。まあ、追いつくもあるはあるんですけどね。はい。っていう中で、ね、僕アニメね、今とんでもなく溜まってるわけですよ、要するに。だって4日間っていうか、まあ、実は昨日も、月曜日も見てないですから、だから昨日もほぼ見てないので、まあ、簡単に言ったら、まあ、5日間ぐらい休んだというところで、40本、50本ぐらい、普通だったら見るはずのアニメを見てないと。漫画も、めちゃくちゃ溜まってる。まあ、だいぶ読んだんですけれどもね。はい。まあ、今週分のジャンプ、まあ、僕、ジャンプサンデーマガジン、ヤングジャンプか。ね、まあ、あとは、ま、アプリの漫画を読んでるという感じで、まあ、その今週分をまだ読めてないっていうところまで追いついたんですが、で、何が言いたいかっていうと、動画投稿が、ちょっと不定期になりますというか、ちょっといろいろとまず追いつくことを正直優先したい。ま、いろいろ見たい作品もあってですね、まあ、この後実は感想動画があります。で、YouTube の動画に関して、週刊アニメランキングとかね、今回の分どうなるんやと、ね、思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、上げるつもりでいるんですが、ちょっともう、なんかやばい時期に上がると思います。例えば金曜日とか土曜日に先週分のランキングが上がって、その後、まあ水曜日とか、まあ水曜日祝日じゃないですか、20日が。もうそこでもう完全に挽回しようと
気持ちでいるので、ちょっと、まあ、上げたいんですよ。やっぱ語りたいアニメがすごい、すでに僕見てる中でも多くて、で、この後上げる感想動画もめちゃくちゃおもろかったと。評価爆上がりですよとね。朝からテンション爆上げですよというのが来てましたんで、上げたいんですけど、ちょっとスケジュールが完全に崩れちゃいます。上げたい動画、上げようと思ってる動画は上げるつもりなんですけど、例えば海外キャラニーと海外ニーとか、僕は毎週上げてるフリーレンの感想動画とかね。まあ、こういうの、感想動画系もランキング系も、ひとまず上げるつもりではいるんですけれども、ちょっと、かなり遅くなっちゃうよということをちょっと今回ね、お伝えしたくて、動画撮ってます。で、ひとまずやっぱアニメを見るという、まあ漫画を読むということが、まあまず第一にしながらですね、まあ上げたい、まあ毎日上げてるやつとか、基本的に上げてるやつは、順次上げながらというところなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ全体的に、遅くなってしまうので、はい、その点はちょっとね、申し訳ないです。はい、本当に申し訳ないですが、まあ、今期はですね、週末にいかんせん溜まってるので、アニメがすごい集まってるんですね。まあ、だから余計にちょっと溜まってるんですけれども、はい。ということで、まあ、ちょっと動画投稿がですね、ちょっといろいろと、もう、ちょっと3日4日遅れぐらいに多分常になってくるかなと思いますけれども、まあ、動画はだからといってあげないみたいな、昨年みたいなことはね、する予定ないので、しっかりさせて、別にモチベーションが低下したとかそういうわけでは全然、まあ、全然ないというか、まあ、結構、こうね、やっぱこう、まあ、そのクールの終盤とかになってくると、まあ、なかなかその、アニメ自体盛り上がりってね、難しくて、まあ、終盤の最後の盛り上がりっていうところももちろんあるんですけど、うん。で、まあ、結構、まあ、アニメ YouTuber、他のね、YouTuber も結構動画の頻度は落ちてるかな、っていうところがあるんですけれども、まあ、上げようと思ってるところがたくさん僕もありますんで、ちょっとしっかりね、まあ、1日2、3本まで行くかわかんないですけど、しっかり動画上げながら、ちょっとまたね、再開していくと。ちょっとひとまず筋トレ休みます。ちょっと落ち着くまで筋トレやってる場合じゃねえぞというところで、ちょっと筋トレがっつり休んで、もう、オタク生活に、オタクライフにこう、オタクライフ&YouTube に、すべて捧げていきたいなと思いますので、ナイツよろしくお願いします。で、まあ、で、東京の方で、まあ、大学時代の友人とかも実はあってですね。で、まあ、リクトの日常だけ見て、まあ、サブチャンネルが2つあって僕ね、実は。っていう声もいただいてます。ちょっとそっちも更新したいとか思い、まあ、いろいろ思ってるんですけど、で、実は3月ってね、YouTube の広告収益がすごい高くなる時期でもあるんですよ。まあ、決算とかやっぱ3月か12月にあるじゃないですか。予算を使い切るっていう子で、収益高がすごい上がるんですよね。うん。で、まあ、困ったことに、アニメ YouTuber がね、こう、再生をたくさん取る。1月、4月、1月、4月、7月、10月っていうのが、結構低いんで、困ったもんだというところなんで、まあ、普通に頑張り時なので、まあ、ただね、結構まあ、僕も今考えがだいぶ変わってきてるところもあって、まあ、昔はね、やっぱ YouTube で稼いでやるぜ、みたいな、やっぱ思いが強かったんですけど、僕すごいこの数日間ですね、休んで思ったのが、動画を投稿したいなって。みんなとこう意見を共有する素晴らしさっていうのを僕はすごい感じました。で、やっぱこう動画投稿しないでやっぱコメントも当たり前だけどすごい少なくなるわけなんですよね。なんかそういう僕どんだけやっぱすごい幸せだったなって。やっぱ結構最近って僕やっぱコメント読むのも結構後回しにしがち、結構筋トレのインターバル中とかに、ね、実は読んでたり、したんで結構返信とかいいねとかつくのも遅かったと思うんですよね。でもやっぱ改めてなんかこうやってコメントをたくさんいただけるっていうこともすごい幸せだし、いろんな方と、意見を共有できる。っていう、このなんか、素晴らしさをすごい、感じました。はい。で、今回ね、東京とかに、まあ別に日頃からですけど、実際リアルでね、こう、まあ意見を共有するっていうところもやっぱ面白いんですけどね。こうやっていろんな方に、まあ自分の感想とかを届けられるというか、いろんな方に見ていただけるっていうことがね、幸せだってすごい思いましたし、まあ、こっからですよね。まあ、そのやっぱ再生数とかさ、まあ、収益とかやっぱ大事なんですけど、やっぱ一番は伝えることというか、動画を上げることというか、まあ、やっぱその、まあ、ある種原点に立ち返って、で、まあ、その動画を上げることによって、やっぱま、それ必然的についてくるものなので、登録者とか、まあ、収益とか。で、まあ、やっぱ登録者1万人って目指してやってますし、今僕も7300人っていうところで、やっぱ1万人がその見えてきてるっていうところで、やっぱ、まあ、どの方にあってもね、やっぱ1万人頑張ってくれとかね。まあ、すごいやっぱ、まあ、正直、まあ、僕もね、まあ、大学、まあ、サブチャンネルで話したことありますけど、大学とか高校とかはね、まあ、友達には正直ほぼ全員バレてると。いう状況なんですけど、一人としてね、ウェブ YouTube やってんのとかね、まあ、こうやってアニメ YouTuber ってやってるわけで、僕正直言いたくないんですよ。やっぱ、あんまりオタク、こんだけのオタクでしかも YouTube やってるっていうのは、まあ、バレたいとやっぱ僕は思ってなくて、まあ、バレたい人もいるかもしれないけど、僕はやっぱ正直あんま思ってなくて、結構まあ僕真面目キャラで、これ見てたらわかんないかもしれない。もう真面目キャラで生きてきた人ですね。誠実な、人というか生きてきた人ですので、やっぱ恥ずかしいとかさ、やっぱちょっと軽蔑されるかなとかね。やっぱなんか連絡取ってもなんか無視されちゃうんじゃないかな。僕そういう不安実はあったん
ですよね。でもやっぱすごいみんなね、なんかもうすごい興味津々で、むしろお前いくら待ってんのとかそればっかりがやられていいんだけど、すごいやっぱ頑張ってるなっていうところで、やっぱこう、まあ、いろんな、やっぱなんか実際にもね、まあ、もちろんこう見てくださる方も応援も励みになるんですけど、実際にもやっぱ応援していただいたりとか、見てるよとかチャンネル登録してるよとかさ、いつもそこで元気なの確認してるよとかさ、やっぱチャンネル登録外してくれると言ってるんですけど、やっぱなんかそういう声をもらって、改めてなんかもっともっと単純にやっぱなんか頑張りたいなっていうか、なんかこうやって登録者の方もたくさんついてくれて、なんかまあこうやってまあアニメ YouTuber の集まりとかも、ね、呼んでいただけてっていう、なんかすごいやっぱなんか幸せをかみしめたある数日間でだったので、ただね、やっぱこのやっぱルーティーンが崩れるとものすごく難しいです、取り戻すのが。やっぱ僕もアニメ毎朝2本見て、帰ってから1本見てみたいな感じのルーティーンがあって、平日昼休みに漫画読んでみたいなルーティーンがあるんですけど、まあそれがもう全部崩れ去って、やっぱ遅れが出るとね、やっぱなかなか人間っていうか、まあ僕はですね、やっぱこうちょっとやっぱ追いつくまでに程遠いんでね、やっぱ遠い目標大変じゃないですかね、遠い意味なのかわかんないですけど、なかなかね、ちょっと今ね、まあ、昨日とか何もできなかった。正直何もしてないで終わっちゃったんですけど、ちょっとまあ今日はね、まあ、しっかりアニメを見ながらです。まあ、感想とかもこの後あげるつもりですけど、ちょっと感覚を取り戻してきてるので、そういう感じで、ちょっとやっていこうかなと思います。ちょっと動画はね、まあ、かなりやっぱ遅くなっちゃうとは思うんですけれども、まあ、今まで以上にね、パワーアップしたリクトをこれから、お届けできたらと思います。まあ、春アニメは近づいてますんで、まあ、しっかりなんとかね、やっぱ20日に祝日があるっていうところで、そこまでにこう全てを取り戻せるとか、何、追いつけるように、ちょっといろいろと組んでやっていきたいと思いますんで、引き続きどうぞよろしくお願いします。で、もしね、なんかやばいことが起きて、休みますっていうこと、時はね、まあ、動画はしっかり上げる、まあ、動画なりコミュニティとかでね、しようと思ってます。で、今回に関して遊びに行ったというところで、まあ、今後もね、まあ、こうやって、まあ、最近は僕も結構、インドアからアウトドア、ちょっと変化してきているところもね、まあ、あるので、まあ、結構遊びとか飲みとかはね、まあ、僕も正直行ったり、していて、で、まあ、やっぱそういうのもやっぱ大事にしたいなし、まあ、楽しいですしね。やっぱ若いうちにしかできないことだってやっぱあると思う。まあ、これは別にもちろん YouTube もね、まあ、その今しかできないっていう部分、今だからこそできるとかね、こともやっぱたくさんあると思うんですけど、まあ、いろんなことをね、まあ、充実させながら、でもやっぱ YouTube って、まあ、僕だから今やっぱ切っても切り離せない絶対ね、ものなんで、もっとね、頑張りたいなというふうに思ってますし、で、ただね、ちょっとその今回その連絡とかしなかった理由としては、休まないのもやっぱあんま異常事態正直思ってほしいなところはあってですね。全くやっぱね、僕も絶対毎日何本みたいなやっぱ頭がすごいやっぱあって、結構やっぱ、まあ去年とか、まあそうですね、やっぱすごいよね、まあ今年もそうなんですけど、やっぱ頭の中にやっぱなんか月何本とか、何本みたいなやっぱこだわりが出ちゃうと、それってやっぱさ、本当に上げたい動画なのとか、それ再生数ただ目当てなんじゃないのっていう。まあ、YouTuber ですから、どうしてもやっぱ再生数目当ての動画とかも、もちろん出すってことはあるんですけど、まあ、やっぱそこにやっぱ重きを置きたくねえなっていう、そこ違うんじゃないのっていうのは僕はすごい思ってて、一日何本上げるのが大切なんじゃない、うん、っていうのはやっぱすごい思ったので、やっぱまあ、よりね、まあ上げたい時に上げたい動画を上げるっていう、まあ、ある種まあ当然っちゃ当然かもしれないし、まあ YouTube も楽しみたいっていう思いもあるんですけど、ちょっとそういうスタイルに変えていきたいなという思いもね、まあ実は生まれてたりもするので、まあちょっとまだ温かくね、見守っていただけたらなと思いますが、まあ何よりもまあ僕はもう無事というか、遊び放棄で酔っ払ってただけでした。本当に申し訳ない。本当に申し訳ないです。マジで皆さん申し訳ない。ちょっとまあここからまたね、頑張っていけますんで、応援いただきましたら幸いでした。動画ね、いろいろと遅くなりますんで、その点もまた申し訳ないですが、またいろいろ上がっていきますんで、お楽しみにお待ちください。はい。ということで、以上になります。ご視聴いただき、ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。すいません、すいませんでした。ありがとうございました。